どこ行っても稽古できる。パークでパークです。ホテルの中だったらカーテンついてるしね。あのエアパンチングだから。カーテンで何やってる？カーテンついてもカーテン柔らかいでしょ。ね、つけるとスピードが出る。柔らかい。パン、スピードだよ。パン、ね、スピードだ。カーテン柔らかいでしょ。柔らかい。で手応え、負けらウーダー手応えでしょ。だからもっとスピード出ないと手応えない。で柔らかいのネットだったらもっと早く出る。早く出す意識する。薄い生地のネットはもっとスピードで出さんというか、最初新聞紙を私が下げて練習した。新聞柔らかいからもっと早く出る様子
もう早く出す練習。時々ビーチ行った時はこれだけやらして蹴る練習。足上がらんから足の練習。三振練習。丹念呼吸。で胸式。胸式ね。腹式。丹念呼吸。本当の体は丹念呼吸。これは医学的な面。腹式ヘルシー。ダイナフラグ動くから合格膜。丹念は本当の内面からのパワーと外側のパワー、一致線というか一致する引体のパワーと中からの力と動き、これ一致線というか、だから気合は大事ですね。気合実といって、もう本当に気合を大きくタッもう出る。だからホテル行っても稽古できるし、パーク行っても稽古るし、どこ行っても稽古できる。これは道場です。道場だけは道場じゃない。稽古はどこでもいい。エアプレーンでは呼吸、丹田呼吸練習してるし、どこでも稽古ですよ。それが空手道です。ホールライフだからどこ行っても稽古できる、うん、この椅子座っても手だけこうできるしね、うん、こうこれだ手だけでも稽古できるしね。それから空手道。食べ物大事ですよね。やはり、炭水化物、タンパク質ね、そういうのが大事です。だからやはり今飲んでるのは、ね、ビタミン C とかね、ビタミン剤もそれで足りない分補給するように、できるだけビタミンを少し食べる、うん、だから体も大事なんだけど、あと睡眠、一番大事な睡眠と食べ物、それがないとね、もう、うん、食べ物も今最近、昔は肉、豚肉、沖縄の豚肉、魚好きでね、今はもう少し肉をして時々魚、野菜中心、私魚好きだったからね、特に沖縄でグルクンというこう白魚ホリンまで食べるように、でカルシウムあるし、でミルクとかね、野菜特に好きだった。特に豚肉大好きだったけどね、最近豚肉あんまり。それから豚の足、目にジェラチンあるでしょ。で空手の人はこの豚の足はジェラチンあるから足にいいということで、よく毎日食べたことある、うん、でまあ年70だったから少しよした。サムタイン食べるけど時々。それからストレスは人間の一番の敵、これは病気を起こす。だからできるだけストレスないように、例えば膝やっても、ああどうしようどうしようなんで、じゃうまくつけ、お付き合いする。はい。はい、一周さん、はい、よいしょ。